行動が悪化になる可能性の心が含まれます。苦手な方はご視聴を控えます。始まりました。始まった。始まりました。今回作戦部隊のお知らせですね。めっちゃ久しぶりですね。めっちゃ久しぶり。私は初めましてです。初めまして。結構ね、なかなか作戦の方ね、探してはいたんだけど、なかなか見つからなくて。探さないで、先生。電波圧縮っていうね、丸っこい機械でしたでしょ。それを当てたことによって、ニュルニュルニュルって出てくることを期待したんだけど、はいはいはい、出なかったんですよ。そう。それちょっと一個の、この動画の醍醐味ですよね。そうなんですよ。覚醒自体が硬くて、電波圧縮できなかったんで、物理的に、テッシーというね、医療器具を使って。え、医療器具なんですか？ピンセットじゃないんですか、これ。ピンセットです。ピンセットを使って、硬いので、もうそのまま掴んで取っちゃうってことで。あっ。ポンってやるよ。気持ちいい。これ良くないですか、これ。気持ちいい。最高。最高なんですけど、どうしよう。リフレイしちゃいました。リフレイしちゃいました。嬉しすぎて。何回か、じゃあ、10回ぐらいリフレイしてもいい。これがね、なかなか出てこないんですよね。硬いんですよね、今回からね。この方は、特に角栓のためにご来院されたわけではないですもんね。違うんですよ。ただね、ニキビなんですよね。ニキビ治療でいらっしゃった。ニキビ治療で。そうなんですね。じゃあ、遠からずのご治療でいらっしゃったってことですね。そうですね。二重とかじゃないってことですね。ではないです。あと、まあ、細かいところはやっぱり機械で、こう、フィーリングとか、ハイドラフェイシャルとか、そういうところで、ね、取っていくんで、見た目の大きいところは、物理的に取らないと、これは取れないので、プレートさんとか取っていってあげたって感じですね。ああ、なるほどです。先生、今度あれやってくださいよ。セルフで撮って、セルフで解説。ちょっとね、僕のイメージダウンになっちゃって。先生もイメージない。ないです。ダウンするイメージないんで。ダウン下がりようがない。ボロクソ。出てきたやつですね。かわいい。大きめが3つぐらい取れて、あと細かいところ結構ね、2、3個取ったんですけど。白ごまみたいですね。ごまに入っててもバレなさそう。バレないですね。いや、でもやっぱりね、テンション上がりますよね。一定のこう、覚醒ファンっていうのはね、ありますから。今登録されてる 2. 何万のうち、90% ぐらいは覚醒ファン。そうですね。多分今2万4000ぐらい、そのうち2万3500人ぐらい、覚醒の方だと思うんですよ、ね。そう、カカオの動画って500万再生とか言ってるんだよね。だから、多分、あれを待ってるのに、先生の舞台の施術とか、満ち合わせられてるなって思ってる。思ってますよね。だから、定期的に出していかないとやっぱりね。もしなんか撮りたいって方がいたら、ご連絡いただければ。ちなみにあれですよね。こういう施術はないんですよね。ないです。完全ボランティアです。でもめちゃくないですか？いいですね。しかも、顔出てないから皆さん。ぜひね、角栓だけご提供いただければ。ついでに気になるところがあれば施術していただいて、ね。あ、そうですね。角栓は無料でありますので、我々の場合は、なんか施術していただければと思いますね。ああ、面白い。お疲れ様でした。